明の十二日韓から年中月中日中時中の知識を見て求める日中十二運先天個性60%その人の本質的な個性重要な判断をする時に発揮されごく近い人にしかわからない個性 月中十二運好転個性30%社会の中で発揮される個性広い人間関係や仕事などで発揮される個性考え方や判断に一番影響するのは日中十二運の先天個性 その次に影響するのは月中十二雲の好天個性です。大雲の十二雲もその時期の個性として影響を与えます。個性はこの三つの要素が絡み合って決まることになります。また月子減命によっても 二次個性として個性に違いが出ることになります今回は命の十二雲の母について考えていきたいと思います十二雲母現実型エネルギーゼロ全てが土に帰り地中に埋められた状態冷静な判断力 チェック能力が発揮されるが決断力には欠ける傾向不平反対があっても口には出せない勇気ある行動はできない日中十二母の代表的な有名人は大谷翔平さん堺井雅人さん広末涼子さんですまず 大谷さんの名式を見ると日中12運母で月中12運は体です12運対思考型エネルギーはマイナス1母体に受体した無垢の状態心理的には小さなことにとらわれて先々の心配をしすぎる傾向 計画立案には適しているが、行動力や決断力には欠ける。月始幻名、正在、自然さ、正当派。日中、十二雲、母と、月始幻名、正在からわかる二次個性の特色は、堅実な蓄材化。 商売もうまく一歩一歩と前進していく大谷さんは母体に製材の自然さ正統派誠実合理的などが加わり人気人望があります2025年までの大運十二運は目欲なので 頑固で攻撃的になってしまうことがあります酒井さんの名詞を見ると「日中十二雲母」で「月中十二雲水」です「十二雲水」経験型エネルギーは1。 陰りが見え始め活動力が少しずつ落ちていく状態攻撃の能力はゼロだが守りの能力が発揮される観察力や分析力があり用心深く物事に対応する傾向機械性の行動力はない月子元明変異都会派奇抜さ 日中十二雲母と月子元命変異からわかる二次個性の特色は企画力のある人で常に仕事に工夫をし行動も活発である酒井さんは母、水に変異の都会派、奇抜さ、マイペース、好奇心などが加わるが 水の影響で用心深いところもある2026年までの大雲運十人は体なので心配性の面が出てくることが多い広末さんの名式を見ると日中十人運母で月中十人運は陽です。 十二運用、愛情型、エネルギー、マイナス一。母体から愛情と栄養を受けている状態。些細なことが気になり、周囲に対して口うるさくなりがち。細かいところまで突き詰めて安心できないと決断ができない。月子、幻鳴、召喚、独自性、プライド。 日中十二運母と月始元明召喚から分かる二次個性の特色は技術的才能がある性格も激しくなり自分が全て承知しないと実行に移らない広末さんは母ように召喚の独自性プライド 気まま勝ち気などが加わるが十二運用つまり愛情型の影響で自分に愛情を捧げる人を求めることになります。2024年7月までの大運住人運は死なのでせっかちで拙速になりがちです。 3人の十二雲月子限命を見ると大谷翔平さん日中十二雲母月中十二雲対月子限命静剤大雲十二雲木浴酒井正人さん日中十二雲母月中十二雲水月子限命変異大雲十二雲対。 広末涼子さん日中十二運母月中十二運陽月死元命召喚大運十二運は死となりますこの中で特に広末さんは月中十二運陽の愛情型と大運十二運死のせっかち拙速によって 最近の不倫騒ぎに至ったように思われます次回は十二運絶について解説をいたします